続きやる覚悟ができたんで。で、これ、なんなの ?2 周目なのこれ次。どういう扱いになるわけこの、アンダーテイルは。ほらよっと。ちょ、待って全然違うのやってるえ、なんでなんでなんでえ、ちょ、怖っえ、こ、え、え、みんなき、え、うわ、怖っフラミーレベル決め1990。はぁ、マジ。はぁ、マジ、こいつ。こいつ許せねえ、マジで。なん、僕の世界じゃねえぞ、ふざけんな。コンティニューでいいのかな、俺。え、ちょ、もう上に行くなって。え、ちょ、これ、え、ちょ、待って、これ上に、終わり。終わりじゃん。うわっ、お、こ、怖っ！え？うわっ！は？うわっ、怖っ！なんだお前！いや、怖くねえわ。怖いって言ったけど。フラビーの顔じゃねえか。ハロー？音楽怖っ。ちょっと怖っ。ちょっと待って。あのさ、もうちょっとなんか語りたかったよ。さっき前回までのさ。ちょうだい。ちょっと待って。ハロー。フラビーだよ。ムカつく、こいつ、なんだよ。お花のフラビーさ。君のおかげで本当に助かったよ。君があいつを痛めつけてくれたからね。僕一人だったら絶対叶わなかった。君の、うわ、なんだこの顔。どんな顔？おっさんじゃん。おっさんじゃねえ。え、なにこれ？どうなってんの？おっさんじゃん。ああ、おっさんじゃねえ。あれ、パパだ、きっと。あの、アズゴアの顔で。あいつは死んでくれた。人間の魂も手に入ってしな。あ、6つ魂を取ってたね、そういえば。はあ、いやっさっさ。僕はもう随分長いこと空っぽだった。魂が手に入って最高の気分さ。ふふふ、もぞもぞ動いてくつぐったい。くそー、なんじゃこいつ、舌出しやがって。あれ？仲間外れて寂しい？でもそれならちょうどよかった。まだ魂は6つしか手に入ってない。だからもう一つ必要なんだ。あと一つ手に入れば僕は神になれる。そして、新しく身につけた力で、モンスターにも、ああ、ママ、トリエル、人間にも俺かこれ。ふざけんじゃねえぞマジで。みんなに思い知らせてやるのさ。この世界の本当の姿をね。ちょ、いきなりこれから始まんの？前のセーブファイルに戻ろうとしても無駄だよ。はい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 。わかりましたわかりました。戻るつもりねえし。でも安心して。これ2周目ってことでいいんすか？これ2周目なんすか？それはいいんじゃないの？教えてくれても。ネタバレすんなっつっといて。僕がちゃんと代わりのファイルを用意してあげるから。君が死ぬシーンで上書きしてあげるよ。僕が君の体をズタズタにするところを何度も何度も繰り返し見られるように。早く誰か助けてくれ。え？僕を止められると思ってるの？ふふふ。君は本当にバカだね。ドラえもんしか思い出さないんだが。うお、やばい！ 6 つの魂が。うお、やべえ。なんだこれもう、全然違うゲームじゃねえか。うわ、カニか？なんだ？え？何？すごい滑らかに動いてくるけど。うわ、これフラウィー？フラウィーなんか知んないけど、くちばしが。うわ。うわ、食われた。うわ、怖っ。なんじゃこれ。うわ、怖っ。なんじゃこのゲーム。皮かぶってやがったな、このゲーム。うわ、なに？どういうこと？いや、もう何も、いや、何もしてないけど。あ、ちょ、え、あ、そこ？戦う？え、ちょ、いや、無理。いや、なんか急に始まったけど、無理だから。いや、一応避けてはいるけど無理だから。いや、当たるに決まってんじゃん、こんな。いや、無理。いや、だ、無理だよ。死んだ。はぁ、あ。これはただの悪い夢。ちょ、待って。ホラーゲームだったかな。うわぁ、やばい。いや、これトラウマになるわ。やめてくれ。ははは、じゃないか。
いや、ちょっと待って、そんな、俺さ、心の準備そんなできてないよ。いや、こんなとんでもない展開から始まる。いや、ははじゃなくて。いや、落ちたんだが、もうまたアンダーテル落ちてんだが、俺ちょっと配信ツールを見てるからさ、あの、ゲーム画面じゃなくて、ゲーム画面を配信ツールに映して見てるから、ちょっと待って、どうすんのこれ、じゃあ。すぐ気づかないんだよ、そのアンダーテールが落ちたことにね。ふふふふふ。フランビーがもうだんだんドラえもんに見えてきた。はい。僕がそう簡単に満足すると思った。君を一回殺したぐらいでさ。うわぁ、また始まったー。いや、無理だよー。が出るわけないじゃん。誰か助けてくれ。誰か助けてくれるような人いなかった？テミーとか。いやー、パピルスとかさ、サンズとかさ。助けてくれるって言ってたやん。助けてくれ。いやいや、やめて。いや、避けたい。いやいや、これ。何をモチーフにしてんだ、これ。わはは、言ってますけど。いや、また始まったけど。セーブしましたとか言われても。いや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 。いやいやいや、それ当たるわ。これ一応避けてるけれども。一応避けても無理だから、これ。戦うって何？一応戦うってのはなってるけど。頑張って避けてるけど。頑張って避けてるけでも、けれども。いや、それどうすんだ。ワーニング。ワーニングやで。ワーニング、ワーニング。青い。お、なんだ？お、なんだなんだ。ちょっと変わった？ちょっと変わったりした。ちょ、痛い。無理無理無理。戦う。行動。助けを呼んだ。一応な。一応呼んだりはしたよ。いや、頑張ったけど。結構頑張ってます。やったー！頑張ったら回復だ！ふふふ！何これ？展望じゃねえ。何これ？一体何？いや、まだ続くんかい。いや。いや、無理だろ、それも。それも避けらんないから。いや、ちょっと待って。いや、マジで。いや、なんとかなるのこれ、ほんとに。戦う、押した方がいいのか、これ。いや、跳ね返るの、ちょっと、無理です。無理です。ちょっと、その炎のエフェクトが当たっちゃいます。ワーニング。ワーニング言われても。うわぁ、またなんか始まった。回復させてくれ。いや、これ何これ、いや、マジで、なんとかするのかこれ。ちょっと待って。いや、ちょっと。こうだ。助けを呼んだ。頼む。なんとかなれ。回復しろ。やったー、回復だー。なんなのこれ。もっと回復させて。もっと回復させてよ。ちょっと無理だから。ちょっと顔怖えよ、そこのディスプレイに映ってる顔がよ。いや、それは無理だろ。いや、ちょっとセーブされちゃったんだけど。ロードすんなし。ロードすんなし、無理だから。なんじゃ、このゲーム性は。いや、マジでさ、マザーとかじゃない。これ、ムーン系だな。え、なに？青、今度は青なの？青の魂が来てんの？うわぁ、そういう？頑張って避けてるけども。無理だから、そんな、行動を一応やってるけども。いや、これほんと無理だから。おぉ、頑張って。よっしゃ、やったー。わーい、嬉しいなー。回復してる。結構持ってるぞ。なんだ、今回結構持ってない？いや、持ってるけれども。持ってるけれども無理だから。いや、時期狙いじゃないんかい。戦うになってんのこれ。いや、無理だって。むちゃくちゃ言うな。いや、ちょっと避けてはいるけども。死ぬから。助けてー。当たってる。ワーニング。早く殺してくれ。展開しないのか、これ。うわ、ちょっと悪夢、破滅、破壊、憎悪、残酷、残酷、破滅、囚われ、破滅。ほら、食らってねえぞ、助け呼べ。早く助け呼ばせろ。回復させろ。うひょー、回復だー。やったー、結構回復した。ふぅー。いや、まだかい。いや、ロードすんなって。ロードされると終わるから、ちょっと待って。ずるくない？その、なんかワープするやつ。いや、ちょっとずるくない？ワープするやつ。
ちょっと待って。どうすんのこれ。緑。え、これ何続いてんの？俺が避けてるから続いてんの？それとも何？それとも何なの？わちょ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 、わちょちょ、わちょちょ、わちょちょ。いや、音楽の質がさ、違うんだよ、これまでと。怖いんだよ。めちゃめちゃ。避けれてはいるけども。さあ、これ全部回復に変わるんだろうが。やったー、ドーナツだー、うひょー。イェイ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 、回復だー、ほぼ全開だ。まだ、ちょっと待って、ドローン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 。いや、もう避けられないじゃん、これ。上で避けた方がいいのかな。頑張ってるよ、俺は。いや、頑張ってる方だと思うわ。折り返ししたりして、頑張ったりしてる方だと思うわ。ワーニング、黄色ってなんだっけ？いつ終わんだ、これ、本当に。助けを呼ぶって、助け来てくれ、助けを。いや、そういうこと？直線上だからわからないけど。やめなさい、ちょっと。追尾すんのやめなさい。行動行動。行動行動。助け呼ばせて。いや、早く助け来いや。助け来、ください、ください。ください、ください。ください。あんまり回復できてないような気がする。え、これ何？俺頑張ってるの？え、何なの？頑張れてた俺。くれ。イェーイ。イェーイ、回復回復。漏れなくいただこう。わーい。どうな、フラビー。俺の力を見たか。え、防御力がゼロになった。え、そうなの？なんか知らんけど、なんか知らんけど勝手にゼロになったぞ。回復取ったり、戦う。え、結構効いてない？頑張れてんのか、俺は。もしかして。戦うよ。フラビーなんか倒すんだ。ちょっと待って、戦いたいんだけど。戦いんだけど当たっちゃうよ。時期狙いじゃねえか、この野郎。それぐらいだったらやれるぞ。なに？体力めちゃめちゃあるんですけど。希望を得ながら戦っていこう。意外といけるのでは？意外といけてるけん。これ何が飛んでんの？ところで。いてて。いやもう2周目とかじゃなくない？これもう2周目だと思ってるんだけど、そんなことないのかな。いや音楽でけえし、希望か、希望を得ながら。ちょ、それ痛すぎる。いやもう死んじゃうなこれ。いやそう、ちょっとさすがに無理だ。いやちょっと待って、無理だぞこれさすがに。いや、痛い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 。いや、無理無理無理。いや、さすがに無理だって。でもここまでよく頑張った方だと思う、俺は。結構削ってるけども。倒したけども。これでええのか。ちょ、顔怖いわ。嘘だ！こんなことはありえない。君は？ファイルさんをロードしました。まあまあそうですよね。本当にバカだね。うわあ！いやもうなんじゃこれ、このゲーム。いやめちゃめちゃ怖いんだけど。ひど。なんでこれゲームしながらこんな気持ちになんなきゃいけないんや。いやーマジでダメージがやばい。これなんだこれ、本気で思ったの？僕を倒せる。いやもう倒せないって。だってロードされちゃうもんね。僕はこの世界の神なんだよ。あ、もしかしてなんかわざとこう調整されてた感じがあったけど、そういうことだったのかな。もうすぐ死にそうなところで回復が飛んできてみたいな。君は滅びる運命、ここで一人寂しく命を散らすのさ。そう、役立たずの仲間たちには君を助けることはできない。どうぞどうぞ呼んでみて。君の声は闇に吸い込まれるだけさ。パパ、ママ、誰か助けて。いくら叫んでも無駄なことさ。行動、
助けて。助けを呼んだ。ヘルプ。ヘルプ。しかし誰も来なかった。残念。誰も？君が死ぬとこを見てくれないなんて。よし、今だ。隙間を抜けろ。あれ？え？え？え？どういうこと？まあいいや、それなら。ロードできません。え？ロードできないぞ。どうして？力が使えない。どうした？魂よ。魂が何をする気？うわぁ。おい、やめろ。こんなことは許さないぞ。僕に従え。やめろ、おい。やめろー。この6つの魂って一体、持ち主は誰なんだ？なんとかなりそう。なんとかなりそう。あ、フラビーが、しおれた。はぁ、あ、ちょっと待って。ちょっと待って。フラビーは俺、だからさ、フラビーを許したいって話して、したやん。でもこれ見逃す選んだらさ、フラビーはさ、多分また笑って悪いことするんだろうなって思っちゃうと、戦う選びたいけど。まあでも二言はねえかな。フラビーだって救ってやりたい。フラビーは今、失ったのかな、何かを。魂を失っているのかな。え、何これ、やっぱりバカだねって見逃すって言ったら言われんじゃん、絶対。見逃して、なだが見逃して、ちょっとこれ心情的にさ、もう、ゲームのプレイングとして見逃す選びたいよ、俺も。でも、ここまでひどいことやってきたフラビーをさ、見逃すなんてことできるの？よくないと思う、見逃すなんて。ちょっと待って。音楽がループしてんだよな。俺は見逃せんのか、こいつのこと。フラビーが何者か分かってないんだよな。フラビーって、トリエルにペシンってやられたけどさ、世界を滅ぼす野望を持った悪い奴なのかな。フラビーを救ってやりたい。いやー、迷う。ちょっとこれノーカットですまん。ノーカットですまん。いやー、すごいな。俺普通こういう時絶対見逃す押すけどな。すごい。見逃すが押せないんだよな。なんだこれ。こいつを葬りたいって思ってしまう。作者の思惑が。思惑通りに動かされてる気がするが。それでもね、アズゴアを見逃すって判断をしたのに、フラビーを見逃さないなんて、違う気がする。見逃そう。何の真似？僕が反省したとでも思ってないです。思ってないけど、その上でなんです。ありえないよ。くっそ、こいつ。まあ、ループになるんだったらいいでしょう。ループになったら戦いますよ。僕を逃がしたって何も変わらない。終わらせたいなら僕を殺すしかない。お前何者なのか分かってないんだって。なんでお前何者か分かんないの。僕を生かしておいたら、また戻ってくるよ。また痛い目見ればいいんじゃないの？じゃあ。君を殺すよ。じゃあ戦うのを選ぶか？俺はもうお前のこと見逃すって決めたんだよ。みんなを殺すよ。いや、殺させねえよ、じゃあ、俺が。もう、
見逃すけど縛っておくとかはした方がいいと思う。君の大切な仲間も殺し合うよ。いやだからさ、俺は前回のエンディングでフラビーも救いたいんだって言っただろ。こんなことしなければって条件付きだったけども、頼むわ、頼むから。頼むから悪い子になんないでくれよ。もうフラビーに思い入れなんかないんだよ。なんでこんな涙出てくんだよ。フラビーに思い入れなんかないから見逃す連打したくないんだよ。もうループしろ、もうむしろループしたら戦う選ぶから。見逃すよ、理解できなくても見逃すって決めたんだって。意味がわからないよ。今度はキューベか、お前。いや、マジで。このゲーム、このゲームやばいよ、ほんと。やめろよ。いや、こんな渋滞を晒したの初めてだよ。いや。やめてくれよ。なん、めちゃめちゃ心に刺されたの、このゲーム。もう、はい、終わった。終わったぞ。え、これ何？これが一周目？さっきまでのは一周目だったと思ったんだけど。ゲストモンスターデザイン、マフェットと星は違うんだ。ちょっとごめん、今、ゆっくり、スタッフロール見るような気分にならないです。いや、もう、だってボロボロだもん、俺の心。こんなになんか、一つのキャラクターに憎悪と、哀れみみたいなのぶつけたの初めてかもしれない。やめてくれよ。もう終わってくれよ、そのまま。切れてくれよ。もう、今回無理だよ、もう。これ以上精神が持たねえよ、俺の。お前だったら言えば。聞こえてるかい？あんたに伝えておきたいことがあって電話したんだ。あんたのおかげで雪だるまはすごく喜んでるぜ。ああ、雪だるま？一応、そっか、使わなかったぞ。それと、他にも何か言うことあったかな？うん？あんたが消えてからこの世界では、いろいろあった。アズゴアがいなくなったから、代わりにアンダインが地底の世界のリーダーになった。おお。アンダインはここに来る人間は殺すと決めた。集めてあった人間の魂は消えたから、バリアを壊す別の方法も研究してる。バリアが壊れたらアンダインは人間と戦争するつもりだ。アズゴアがやろうとしてたことと同じだけど、アンダインはアズゴアみたいに容量が悪くない。ああ、そう、容量悪いんだ。ロイヤルガードも増員した。地上に出たらアンダインはロイヤルガードを率いて、真っ先に。自分の手であんたを探し出して始末するってさ。おいらはどうしてたかって？遺跡のドアの前で何度もギャグを披露してみたけど。そうだよね。具合でも悪いのかな？兄ちゃん！誰と話してるの？やる気にならねえよ、もう声変える。別に人間だよ。ああ、そっか。え、人間？俺様も話したい。あれ？人間って俺だよ、俺のことだよ。テラゾーだよ。おい、聞け！アンダインが女帝になったぞ。すごいだろ。しかも俺様を王室で一番重要な人にしてくれたんだ。王室で一番重要な人っていう役職だぞ。長いな、役名が。何をするのかって？アンダインが言うには、その辺に立って可愛く振る舞っていればいいらしい。これこそ俺様にふさわしい仕事。普段から無意識にやってることだからな。まあ、可愛いけどな。性格はな、うん、ついに俺様は重要な人になったのだ。それもこれも全部貴様が、最近ひどいことをやってくれたおかげ。ありがとう、人間。また会いに来てね。
あ、でも案内に見つかったら殺されちゃうね。だけどここに来れば俺様に会えるんだから、殺されたって来るべきだ。絶対だよ。じゃあまたに。どういう状況？電話が来てプルルって言ってたもんな。電話してたってこと？出やがったこいつ、回復しやがった。死ね。殺すぞ。俺の前に二度と顔出すな。君は僕を倒したね。それで思ったんだけど、敵って本当に殺さないといけないのかな？僕にはもう、なんだかよくわかんないや。一つお願いしてもいい？やってみせてよ。君の強さを証明してよ。もう一度ここまで来て、最初から一度も殺さずに。そしたら僕も王様を殺さない。ハッピーエンドが見られるかもね。どうなるかな。君の強さが証明されるか、君の苦しむ姿が見られるだけか、どっちにしろすごく興味があるな。うわ、うわ、ここで一周目終わりか。もう一周目終わったんだと思ってたわ。そうですか、そうですか、ニューゲームですか。じゃあ何も変わんないよね。あー、お疲れ様でした。とりあえずお疲れ様でした。いやー、25%、めちゃめちゃ今回精神疲れた。いやー、もうちょっといい時間に撮るべきだった。ちょっと今もう寝る直前に撮ってるから、もう寝れなくなったんじゃないかこれ。やめてくれよマジで。ひどいゲームだよこのゲームは。トビフォックス、ちょっとここから先も楽しみです。ぜひね、ここから先もお付き合いください。はい、まあ、プレイしたことない人でね、ここまで見てくれた人もいると思うけど、これ一人でやんの辛いな。一人で最初から初見でやったね、このゲームに思い入れる皆さん、これ辛かったでしょ皆さん。もういや、こんな俺ほど辛くはないか。感情移入しすぎだよさすがに。いやー、終わりから？あ、これコンティニューになるの？もしかして。まあいいや。とりあえずお疲れ様でした。ありがとうございました。2週目頑張ります。それでは。